私いいと思うのが JO1 って無理やり K-POP を 100% 真似してるグループではないっていう気がします、うん、おお、みんなぴったりぴったり。皆さんこんにちは、ジェンです。ジェイタンです。今日は K-POP じゃなくて J-POP のレビューの時間です。J-POP 松田聖子の青い珊瑚礁のレビューです。前にボンベビーワールド見ていただいたと思うんですけど、あのサードシングルに入ってる曲でもう2曲パフォーマンスビデオが公開されたので、ぜひ見ていただきたいなと思います。ボーン・トゥ・ビー・ワールド？ J-O-1 だ。そうそうそう、 J-O-1 パフォーマンスビデオですか？そうなんです、ミュージックビデオではなくて。パフォーマンスビデオって何？テレビとかの収録用に組んでるあの、うんうん、ダンスとかですね。あー、んだからダンスがよりあのね、好きな人はたまらないんですよ。なるほど、再生回数が100万しかないですね。44万人しかない。あ、皆さん登録しましょうよ。これ J-POP の自尊心じゃないですか。これちょっと登録して応援しよう、本当に。ちょっとこんな素晴らしいグループなのに、うん、そうそう、皆さんチャンネル登録してないんじゃない。そうだから J-O-1 チャンネル登録クリックするついでに私のチャンネルも登録J つながり、そう、同じ J じゃないですか。はい、うん、確かに。レン、あ、でもパフォーマンスすごいかっこいいですね。場所はどこなのかな、これ場所。豊洲市場ですかね。豊洲市場の完成する前に地下水がこう流れてきてちょっと話題になった時に、こんな感じなんです。もう水は全部もう綺麗に取ってるね、多分。あの、私いいと思うのが、前も思ったんですけど、うん、JO1 って無理やり K-POP を 100% 真似してるグループではないっていう気がします、うんうん、あの服とかも韓国の服とちょっと違うのが、ちょっと暑そうに見えます、少しは。あ、どういう意味かというと、ちょっと日本人のスタイルが入ってる、うんうん、JO1 って、まあ、当たり前ですけど、多分分かんないよ、分かんない、推測なんですけど、後ろで吉本興業と、でも日本のこのいい味は活かせましょうよ、そうそうっていう話になってるグループっていう感じなので、すごく新鮮です、私は。なので、その新鮮なところを探してて、新鮮市場豊洲市場で撮影ましたなんつの、 K-POP なのか J-POP なのかっていう、そういうなんか境界線でダンスをしているような、うんうん、あ、感じです。 J-POP の魅力を出している、私これすごくいいなと思います。こういうのがすごくも J-POP のスタイルじゃないですか。あ、ウェットな髪型とか、あ、昔のニュースのヤマピみたいな。あ、ヤマピ。次、あの、たくみちゃん、たくみちゃんは K-POP の影響があるあるけど、髪型とか見るとやっぱりこう日本人スタイルってあるんですよ、うん、よくないこういうの、いいじゃん。あと丈短いですね、韓国最近は丈短い服あんま着ないんですけど、これもちょっと違うよ、やっぱり見てて服が。こういうね、ズボンについてるベルトこう下げてる、これ日本人のスタイルってイメージわかります？わかります。韓国絶対着ないですよ、こういうの。だこういうのいいと思う。あと、これ鍵見て、これ、間違いなく鍵だ。この鍵、これ、いや、鍵だよ、あれ見て、あ、体、いや、この形、鍵じゃない違う。本当お母さんの言うこと聞く、いい子、お母さんが鍵忘れるから、うん、つけて。鍵だよ、鍵だよ、ほんと鍵だよ。でも、あの、聞いて、あ、鍵が、その演出のポイントになってるんですよ。なるほど、はい、あのリーダーがみんな自分のこの殻を破る、その鍵を開けるみたいな、そのストーリー性がちょっとあって、すごい、それをこれも組んでるのかな。右も鍵開けるの得意じゃないですか。2人でコラボしようよ。右の部屋に入れる人はマヤしかいないんで、マヤと相談してください。スカイ君、これほら、鍵だよ。鍵豊洲市場に入るのに鍵がないといけない。ほら鍵だよ、ほんと鍵だよ、ほらほら、チェーンカード思ったら鍵ですよ、うん、本当。お、社員カード、パスも社員カード、社員カード、豊洲市場のこれは事務所オフィスに入れる、これ、うん、このカードは、うん、偉い人なんだ。あ、すごい派手な衣装ですね。私こういう服似合いません。あ、でも顔が薄いから逆に似合うどういう意味だ、どういう意味だ。あ、服が派手なのが顔が薄い人がいい。本当に最近若者って字幕ないとあまり理解できないって言って、
これは豊洲市場に来る人のためのアドバイスなんですよ。なんて言ってる？エコーバッグ買ってこい。エコーバッグ持ってきてって意味ね。エコーバッグ持ってきて。5円取られるから。うん、2円。2円。それは大きいやつ。大きいやつ。大きい魚買うときやつ。エコーバッグアゲインですね。ね？デボコーペッグアゲイン。あ、二度と後ろに行かないと。エコーバッグ買ってこい。こういうの日本結構こういう。共同ダンスこういうの多いじゃないですか、はい、これあーかっこいい。これあれミスしたら頭蹴っ飛ばすんですよこれでも私正直いまだに全員の名前がなんかスラスラは出てこないんですけど、うん、この赤い服着てる人やっぱりこう服の印象一世オーディションで1位で あだからすぐ目に入ってくるのかな。目立つのかな、うん、服もなんか若干あの血抜きしたカンパチみたいな感じですねメンバーカラーも赤だったと思います。メンバーの色があるんですね。うん、鍵持ってる人に聞いてみよう。うん、ゆのゆのっぽいね、なんか。おなんか面白い。まあ、パフォーマンスビデオだからあえて言いますけど、ビジュアルは今回は逆にすごい日本より、曲は K-POP っていう印象強いです。こういう歌多いので、やっぱり日本の曲とはちょっと違うイメージ。日本の曲はすごい柔らかいイメージなんですけど、ちょっとこうインパクト強いですね。ちょっとクールな曲ですね。え、クール？あったかい曲はどうなんですか？なんか…トレジャー。これあったかい。これも偏見ですけど、ちょっと全員の事務所の曲ってとにかく前向きっていう、そういうとこ多いじゃん。JYP？ いや、J の日本のジャパンの J の事務所。ああ、デニーズね、デニーズ。テストは全然違う気がする。本当私も偏見なんですけど、うん、いや言っていいのかな。日本の事務所の中でだから吉本興業が一番いいよ。なんか今までギャグっていうイメージ強かったんですけど、JO1 見てもうイメージがもう全然変わってて。そうそうそう。もう一曲、うん、パフォーマンスビデオあるのでそれも見てください、はい、じゃあ今回の曲は JO1 のスピードオブライト、はい、なのでピッチェ速度光のスピードっていうことなので、うん、日本で言ったらまあニューロとかですね、はい、光のスピードで相変わらず再生回数は110万回。あ、ちょっと皆さんちょっと見てよ。パフォーマンスすごいいいんですけど、うん、ちょっと一回吉本興業さんにちょっと言いたいのが、上に稽古となんかいくつかつけてっといて、これ窃盗所って言ってなんか終わりなんですけど、結局見た感じだとさっきの豊洲市場の地上地下じゃなくて地上、あ、地上だからさっきのところは半層、ここが地下地下で、これひどいじゃん。ちょっともうちょっと、私は G1 だったらもうちょっと なんつうのなんかお金もうちょっと使ってほしいなと思う。ああ、いいっすね。もうみんな、うん、おー、みんなぴったりぴったり、うん、あー、ダンスうまいっすね、うん、ダンスうまいよ、うん、今まで J-POP であんまり見たことないぐらいの振り付け、うん、この一人一人の目線固定、視線固定いいですね、強い。そう、なんかこうやってても結局最後に睨む、うん、あ、睨むとは違う。今のパフォーマンス、パフォーマンス、私がやると睨むだけど、カリスマ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 、あ、鍵あった、うん、鍵好きなんですよ。あのセット使って変える時に、うん、あ、じゃあ変える時鍵閉めてくださいねってよく言うんじゃないですか。閉じまり、閉じないといけない。はい、スピードオブライト、ちょっと正直一度で歌詞は聞き取れませんでしたでもすごいパフォーマンスが照明と対比してより激しく見えたし、私は個人的にこういったこうシルクのみたいな服を着てそれぞれの魅力が感じれるところがすごく良かったです。あと皆さんの髪型も可愛かった。J1 すごい面白いグループなのに若干ちょっとマーケティングがうまくできてないんじゃないかなっていうところが、まあ個人的に私は心配、他のグループに負けないぐらいみんなに知ってもらったら嬉しいなと思いました。今日の内容が面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それで皆さん、アンニョーン、バイ。
Never back to again。 エコバッグ買ってこい。